はい。皆さん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。今日のトピックは、外国人と付き合ったら、言語は上達するというトピックです。まあ、例えば、日本語を勉強しているなら、日本人の彼氏や彼女がいた方が、日本語上達する、しますよねしますかというトピックね。 で、まあね、これはね、本当に、どちらとも言えないですよね。こう、本当に、状況、場合によります。と思う。うん。で、私は、えっ、ー、と、イギリス人の彼氏と付き合って5年なんですけど、英語、上達しました。したんだけど、最近、上達しなくなった。5年前に、私の彼氏は、 日本語がゼロ。もう全然話せなかったんですね。で、私がもう英語下手だったけど、頑張って使ったので、私の英語が結構上達しました。だけど、最近この1年ぐらい、私の彼氏の日本語がちょっと上手になってきたんですね。なので、 まあ私と彼氏の会話は最近多分50%ぐらい日本語で50%ぐらい英語なんです。しかもね、こう、まあ彼氏と話す、使う英語って本当にもうベーシックの、もういつも使うような英語ばっかりで、だから私の英語がなんかこの1年くらい彼氏と話すことで 上達しなくなくったんでですねで私の彼氏ももちろん、えー、5年前から日本語を勉強してるんですけど彼氏の友達とか家族が「お前日本人の彼女いるんだから日本語すぐ上手になるなるでしょう」みたいなとか、まあね「2年間も日本に住んでるんだからもう日本語すぐに上手になるでしょ」って 言うんですよね、まあ、だけどそう簡単には日本語は上達しないです、ね、まあもちろんねジャックはまあ彼氏の名前ジャックなんですけど、まあ、最初こう私と英語で付き合い始めたから始めたしでしかも最初は日本語が彼もゼロだったのでまあ最初は日本語を 私たち使わなかったのでやっぱりね、うん、使わなかったから彼も練習できなかったので日本語はは全然最初は上達しなかったね。で、まあ、もちろん私は日本人だけどやっぱり彼氏と彼女でこう恋人付き合ってるのに。 例えば彼女が彼氏の先生になるとかやっぱねできないんですよね。なんか彼女日本人だから日本語教えてもらったらいいじゃんって言う人もいるんだけどこう私も教えるってじゃあなんか先生みたいに「はいこの教科書今日は1ページから3ページやってね」みたいなそういう教え方しかなんかできない気がして。 やっぱり彼氏と彼女で一緒に言語を上達したかったら本当にね普段のいつもの会話で使うしか方法はないんですよね。でももしこの彼氏か彼女のどっちかの言語、まあ母国語ネイティブタングは母国語母国語言いにくいな。 母国語が、えー、上手、ん待ってよ。えっと、待って、何言いたいかわかんなくなった。もし彼氏か彼女が、どっちかが、こう、相手の言葉をより知ってたら、最初はその言葉を会話で使いますよね。で、そうなると、えー、片方の人の勉強している言葉を勉強することができなくなる。なので、なかなかね、 こう外国人の彼氏や彼女がいても言語の勉強はできない、うん、で今ねあのジャックの友達が日本人の彼女と付き合ってるんですがでその友達は、えー、オーストラリア人だけど日本語が上手なんですねだから、まあ、彼女は英語勉強したいのにいつも二人は 日本語で会話をするから彼女もね全然英語の勉強ができてないですだからね結構大変だよねまあでもその代わり、えー、オーストラリア人の彼氏はね日本語がどんどん上手になってますやっぱりなんか難しいよねこうね彼氏彼女ができたらじゃあ英語の勉強や日本語の勉強が、ね、上手にできる わけででもない <laughs> といととうことですねで、まあ、最近私が気がついたのは私の彼氏も日本語が上手になってきてよくね日本語と英語を混ぜてミックスして会話をするのですごく変な話し方を2人でするようになったんですね例えばねジャック「What do you want? 夜ご飯とか Working は大変だよねとか今日のディナーは NotsoTasty とかこう日本語と英語が一緒になるんですよね本当に文法もぐちゃぐちゃになる ThisSofa はちょっとなんか硬いよね Notcomfortable とかなんかわかるこんな風にぐちゃぐちゃになってでしかもね最近、まあ、私の彼氏が ちょっと変な日本語を話す、話してで、で、それが私に映る。映るってわかる映るは contagious? 風がが映る。病気がうつる。あ、そんな感じね。あくびが映る。うん。例えばさ、えー、私の彼氏が街に人が多いことを忙しいって言うんですね。で英語で busy って、あのー、 まあ、人が多い混んでるっていう意味もあるけど日本語で忙しいはやることがいっぱいあって忙しいっていう意味しかないんですよね。でもこう彼氏が人が多いことを忙しいっていうのでそれがね私もね間違ってる日本語なのにそういう使い方をするようになってしまって あ、なんか先週の東京は忙しかったなぁとか、人が多かったなぁじゃなくて、あ、忙しかったなぁとか、ちょっとこの駅は忙しいよねとか言ってしまうんですよね。だからなんかね、最近ちょっと困ってます。私の英語を練習するチャンスがどんどん少なくなってるし、しかもなんか、ちゃんとした正しい英語の文章を じゃなくて日本語と英語を一緒に話すので、ね、うまく話せない。しかも私と彼氏の間で間違った言葉。を使ってることもあります。例えばまあ、日本語で生理って言うけど、こう女の子がまあ1ヶ月に1回ぐらいこう血が出ますよね。それを。 えー、日本語で時々ね「女の子の日」って言うんですよ「女の子の日」「今日はちょっと女の子の日だからゆっくりしたい」とかねなので私はそれを英語で「今日はちょっとガールズデーだからなんかもうさっき薬飲んだ」とか言うんですよね。でそれをこう私の彼氏も間違ってるって分かってても意味が分かるから何も言わないんですよね。 だから私も英語でなんか正しい言い方を知らないし、間違った英語を使っているという問題がたくさんあります。<laughs> 困るよね。英語で何て言うの整理って。お前、ピリオドとかな、なんだっけピリオドかなもうちょっとわかんない。何て言うんだっけ、うん、これも問題ですよね。まあなので、 本当ね、英語の勉強は頑張らないといけないこう。リスニングはさ、ポッドキャストを聞いたらできるんだけど、やっぱりね、スピーキングの練習もしないといけないよね。本当大変ですね。だからスピーキングの練習とかは、彼氏とか彼女等じゃなくって、もうネイティブの友達とかさ、先生とか、 まあ、そういう人たちと練習するしかできない気がしますそれが今日言いたかったことですね <laughs> まあそんな感じですなので本当に、ね、一人一人の勉強の方法とか環境とか状況とか全然違うと思うので皆さんも皆さんに合った方法で、えー、勉強頑張ってくださいはい じゃあ今日はここまでね、最後まで聞いてくれてありがとうございます。皆さんも良い一日をお仕事や勉強頑張ってください。メンバーシップでトランスクリプトやってるのでよかったらメンバーシップチェックしてみてください。はい。じゃあお疲れ様です。ありがとう。バイバイ。